僧上返上返上官表2年1月19日は、平安時代前期の僧、歌人、俗名は、吉峰宗差だ。大納言、吉峰康代の八王。官位は、十五以上、左近江少将、花山僧上とも合す、六家前及び三十六家前の一人。人名天皇の倉人から、上は十二年十五位下、佐左平左。 上は13年左この絵少将見美舞助を経て、下唱2年に、倉人頭に任ぜられる。下唱3年正月に、15以上に、少女されるが、同年3月に長寿を受けた、人形天皇の宝御により出家する。最終官位は、左この絵少将15以上、縁人、縁鎮に指示。花山の岩行寺を建立し、 上岸十一年紫の農林院の別途を兼ねた。庭元年に僧侶となり、花山僧侶と呼ばれるようになる。同年十二月十八日に、代理の忍寿殿において、高校天皇主催による返上の七十歳の画が行われていることから、高校天皇との和歌における指定関係が推定されている。官票二年一月十九日即居。年 京都市山科区北火山中道町に墓がある。返上は、古今和歌集金所において、貴貫雪が近き世にその泣き声たる人として、名を挙げた六河川の一人である。貫雪による返上の表は、以下の通りである。返上の花風は、出家前と出家後で変化しており、出家後は、貴貫雪が表したように物事を知的に捉え、 客観的に描き出す歌を多く作ったが、出家前には情感あふれる歌も読んでいる。特に、百人一首にもとられている、天津風雲の通広吹きと、地を止めの姿しばしとどめむには、返上の心情が現れていると言えよう。ここ和歌集以下の直線和歌集に三十五首に一首、歌集に、返上集があるが、三大集から返上作の歌を、弾いて編集したもので、 返上の独自性はない。相上返上、漢武天皇の孫という高貴な生まれであるにもかかわらず、出家して天台宗の僧侶となり、相上の職にまで登ったこと、また、歌蔵の先駆の一人であることなど、返上は、説話の主人公として、格好の性格を備えた人物であった。在俗時代の色好みの逸話や、 出家に妻子その意志を妻にも告げなかった話は、山和物語をはじめ、今弱物語集、宝物集、実金賞などに見え、霊言新たかなそうであった話も、今弱物語集、俗本帳王上伝に記されている。江戸時代に制作された歌舞伎舞踊、関、恋雪き関扉では、吉峰宗貞の名で登場。中期のない者は、俗日本語記による。 相乗返上に関するカテゴリー、ありがとうございます。